今回はアジサイの秋のお手入れを夏越しの状態別にまとめました。鉢植えのアジサイは動画の後半にあります。まずは庭植えのこちらの動画で紹介した挿し木して4年地植えして2年の秋色アジサイからです。4年目の秋色アジサイ、これを剪定していきます。できるだけ半円をイメージして剪定しました。今年何玉咲いたのかちょっと一回数えてみたいと思います。141玉でした。すごい。地植えで元気に夏越しした株に有機肥料を追肥します。今年の夏はかなり暑かったのでダメになってしまったアジサイもたくさんあるんですけど、このアジサイはすごく調子よくて、後ろの桜の木で、まあ、若干西日がちょっと防げてたのかなっていうのもあるんですけど、もともとこの子はもう花つきも良かったし、あの状態も良かったというのもあって、こんな感じで葉っぱつけたまま、ちょっとこうやって茶色くなってるところもあるんですけど、いい状態のまま夏を越えてくれたので、こういうなのに例年だったら9月20日前後にやってる作業なんですけど、ちょっと今年はまだ9月20日の時点でもう35度とかだったので、1週間遅れて、今9月28日かなで1週間遅れで作業をしようと思うんですけど、これお花咲いた後にお礼声あげてなくて、で夏ここで耐えて、今秋はアジサイの花芽が形成されるすごい大切な時期なので、これ苔のポップン入り油かすです。これをお礼声代わりっていうか、花芽形成の時にしっかり肥料秋に効くようにあげていきたいと思います。今私はこの苔コップンの油かすあげるんですけど、鉢植えだったらあの化成肥料とかでも別に OK だし、赤色アジサイ用の肥料、青色アジサイ用の肥料とかもあるので、そういう化成肥料とかでも大丈夫です。あとあの使いやすいのはあのバイオゴールドのオリジナルとかもよく使ってます。でこれを株元に与えていきます。ちょっと見にくいけど、肥料を埋めておくと雨とかで肥料が一気に溶けてしまうのを防ぐことができます。もう一つ近くに植えているアジサイエリザです。地植えして1年です。エリザもカットします。こちらも丸をイメージしてだいたい 2,3 節下でカットしてます。これも葉っぱが茶色くなっているところは少しで元気に夏越しできたので有機肥料を追肥しました。次は3年前にここに地植えして裂植して植えたアジサイです。今年で丸3年です。ここは1日中日が当たってアジサイにとっては過酷な場所なんですけど、株も順調に大きくなりました。株によって満開の時期が若干ずれるんですけど、7月9日頃から剪定を始めました。形を整えるのを優先で、今年咲かなかった新しく伸びた枝も同じ高さまでカットしてます。
高さ揃えてカットしました。奥のディープパープルはまだちっちゃいので、もう今年は剪定せずにそのままいきたいと思います。できるだけ高さを揃えて、ここも丸をイメージしてカットしました。地植えで夏に少しダメージを受けている株は少なめに肥料を追肥します。玉肥、骨粉入りの玉肥っていうのを買ってきました。これは窒素リン酸カリの割合が5:4:1。今の時期って山形じゃない方がいいのかなってちょっと思って今回玉肥にしました。ちなみに去年は9月22日に5:4:1の油かすをあげてました。でも花つきを良くするための肥料なので、リン酸多めでも大丈夫かなと思います。株の周りに固形肥料を置いて、一気に溶け出すのを防ぐためと、ここは動物が油かすを食べに来るので堆肥でマルチングしました。このアジサイはちょっと弱ってそうなんですけど、まあちょっと肥料を足しといてみます。ここのアジサイは強い日差しと高温でだいぶ葉が落ちてしまってました。茶色くなった葉っぱを取り除いて、規定の量より少なめに肥料を追肥しました。そしてここは挿し木して3年、地植えして2年の秋色アジサイと黒軸アジサイを植えているところです。ここは秋色アジサイ、秋色アジサイと、あとシーアンはまだちょっとだけピンク色なんですけど、アジサイカットしていきたいと思います。こちらも挿し木して3年、地植えして2年の黒軸アジサイ。こんな感じのちょっとドーム型っていうか、来年このままお行儀よく咲くとは限らないんですけど、今の段階でこんな感じで形をあらかた揃えてます。8月13日の様子です。今年の夏は雨が降らず水枯れを起こしているのと、ここも朝から4時頃まで日向なので強い光に長時間当たってかなり葉っぱが落ちてしまってます。地植えで夏にかなり傷んでしまった株のお手入れ、肥料は与えずマルチングのみにします。植えてから2年目の夏だったここのアジサイ、これはかなり傷みました。今ここ下の枯れ葉を掃除したんですけど、多分ねもうこの辺とかは枝がダメっぽい、ちょっともう絶対にダメかなっていうところまではカットして、これはかなり弱ってるので、まずはちょっとでも葉っぱを、新しい葉っぱ出てきてくれるように肥料ではなく、まあちょっとやっぱり水やりで株元がめくれてるので、この根っこのカバーだけしたいと思います。なのでマルチングだけにします。根元の方からは新しい葉っぱがいっぱい出てるので、これはまあ来年は咲かないかもしれないんですけど、株の復活っていうのが
最優先なので、上のもう出てこないかなっていう枝は全部カットします。ちょっと格好悪いけど、とりあえずここちょっと出てるのでこの枝は残しときます。今回私はちょっと堆肥を足すんですけど、土を足す感じでも大丈夫です。培養土を少し根元に足してあげるっていうのでもいいと思います。鉢植えの場合は特に堆肥とかじゃなくて土を足すっていうのでもいいと思います。これも同じようにこういう黒くてもうダメだなっていう枝は根元からカットします。あんまり新芽ギリギリで切るとまた枝が枯れ込んじゃうかもしれないので、ちょっと余裕見て上で切ってます。今回はこの堆肥だけにしときます。ちょっと私の水やりが激しいのでだいぶ土が掘れてます。そしてこっちの株なんですけど、こっちは比較的大丈夫そうなので肥料も足したいと思います。こうなると防草シートがダメだったんじゃないかみたいな感じになるんですけど、まあ、防草シートしてても無事なところもあるので、多分ねこっちの方がネグンドカエデで影になってて、まあ、風通しは悪いけど日陰にはなってたはずなんですけど、なぜかこの株の方がずっと日が当たってたとこの株の方が元気に、これは夏越しできてます。こちらには追肥して、ちょっと復活してくれることを願ってます。そしてこれは品種名が分からなくなってしまったんですけど、地植えして約1年のアジサイです。そして隣にこれも約1年ぐらい前に地植えしたひな祭りのルナが植わってます。ここのアジサイも葉っぱ残っててくれるので、これにも肥料あげます。堆肥でマルチング、株元にお水やりするときに水圧の調整がここあんまりできないので、どうしてもここが掘れてしまってるので、こんな感じで株元の根っこが見えてます。こういう時に土を足しておきます。ちょっと葉っぱが茶色くなっているけど、ひな祭りルナの方にも骨粉入り油かす、動物に食べられるの防止と一気に溶けるのを防ぐために堆肥でマルチングします。そしてこんな感じになっている弱ってそうなのはちょっとそっとしとこうと思います。アジサイのディープパープル、これは去年の開花の様子です。去年はすごく綺麗に咲いてくれたんですけど、去年の夏にかなり傷んでしまって、今年は下から出てきた新しい葉っぱばっかりで花がほとんど咲きませんでした。いい感じの脇芽ができてたので来年は花いっぱい見られるかなって期待してたんですが、これも今年の猛暑の中、一日中炎天下のところだったので、地上部はもう絶望的な感じになりました。もうかなりやばいんですけど、中に少しだけ緑が見えるので、本当は落葉機の方がいいんですけど、落葉機まで待てないので、一回掘り上げて鉢に戻します。もうこの上はダメなので、まず上をカット。
ちょっと根腐れしてて、もう全然こんな大きい株やのに根っこが張ってない。根っこがちょっとしかないです。根腐れを起こしてかなり弱っている株の植え替えです。この古い葉っぱを取って、ピンセットで取るとこう芽を傷つけずに取れるので取りやすいです。この土もあらかた落としてみます。これ根腐れ起こしているので、この黒くなった根っことかはカットしたいと思います。黒い根っこを切って刺激を与えて、新しい根っこがよく発根してくれるようにちょっとだけ切ります。スリット鉢に行けるかと思ったんですけど、ちょっとこれじゃかわいそうなので、この浅い鉢に植えようと思います。こっちに植え替えて養生したいと思います。植える土はいつもの培養土、ちょっとこれ肥料が入っているので、これ硬質の赤玉です。硬質の赤玉をちょっと足します。弱っているところに肥料が多すぎるとまた枯れてしまうかもしれないので、ちょっと肥料分を薄めます。硬質の鹿沼も少し混ぜときます。粒が硬くて崩れにくいので通気性がいい状態が長持ちします。出すぎると酸性に傾いてしまうので少量にしときます。例えばこんな深い鉢に植えてしまって、ここまでしか根っこがなくて、今から、10月はまだ暑いので根っこ成長すると思うんですけど、11月後半、12月になってきたらもう全然休眠期に入ってくるので、根っこが下まで回るってことはもうほぼないので、こういう鉢に植えてしまって根っこがちょっと伸びたとしても、で表面が乾いて水あげる、でも下の土はほぼ乾いてないってなると、また根腐れになってしまう可能性が高いので、こういうスリット鉢があればスリット鉢でもいいと思うし、ちょっと私は今回サイズがなかったのでこの浅鉢に植えて、ちょっと一回り余裕があるかなぐらいの大きさに植えます。この方が今からの時期だと水やりの管理もしやすいと思います。水がはけるのも早いので、表面が乾いたらたっぷりあげるっていう感じでいっとけば、根腐れするほど水がたまることはないと思います。で根っこの間にしっかり土を落とします。この上の枝も枯れていく枝もほとんどだと思うんですけど、切ったら切り口が緑で、もしかしたら芽が出てくるかもしれないっていうので今は残してます。今度はね、下の芽が多分育ってきてくれると思うので、しばらくして出てこない枝はもう全部カットしても大丈夫です。これ今実はやってるのが今日10月1日です。昨日引き上げてきて今日10月1日に植えてるんですけど、10月なのに今日の気温は30度、10月もまだちょっとしばらく暑そうなので、これ植え替えてしばらくはずっと一日中日陰のところで養生したいと思います。これ今5リットルのじょうろで3回目の水やりなんですけど、今これ硬質の赤玉と硬質の鹿沼を結構混ぜてるので、もう全然水たまんない、すぐ下から水がはけてるぐらい、こうめちゃくちゃ排水がいいので、逆にしばらくは根っこも全然張ってない状態なので水切れに注意したいと思います。しっかり水やりしました。次は鉢植えで元気に夏越しした株の鉢増しです。そして次はこれ、今年の4月に5号から7号に植え替えたひな祭り、カモセレクションのひな祭りです。夏毎朝たっぷり水やりしてて、朝日は当たらないところで西日だけ2時間3時間とか当たるような場所に置いてたんですけど、しっかり水落ちせずに
夏越ししてくれてます。でもね、葉っぱの色がめちゃくちゃ薄くて、もう肥料がもう全然切れてるなっていう感じなので、このまま別に肥料足してもいいかなと思うんですけど、水やりめちゃくちゃしてるので、もう根っこが見えてきてます。これ冬まで待って鉢植え替えたりとか地植えにしたりとかしてもいいかなと思ってたんですけど、あまりにもこの葉っぱの色が薄いので、ちょっとこのまま根っこ崩さずに一回り大きな鉢に植え替えようと思います。一回りと思ってたんですけど、ちょっとこれ7号を10号しかなくて、ちょっと底石を多めに入れて10号鉢に植え替えようと思います。鉢底をいつもより少し多めに入れました。そしてこの株は葉っぱもめちゃくちゃついてて元気に夏越ししてるので、ただ肥料が足りないっていう感じなので、肥料入りの培養土にそのまま植え替えます。でこんな感じなので、これは本当夏の間も順調に育ってくれて、多分結構根っこも張ってそうです。今水分吸い上げてますっていうような白い根っこがいっぱいなので、このまま植え替えたいと思います。これもたっぷり水やりして、これは今まで置いてた場所と一緒の場所に置きます。もうちょっと涼しくなってきたら、まあ、できるだけ日当たりのいいところに置きます。カモセレクションのひな祭りを今日7号から10号に植え替えました。これでもう1年とか1年半とか植えっぱなしでも大丈夫だと思います。今肥料入りの土に植え替えたんですけど、まだそれでも葉っぱの色戻ってこないようだったら10月に液肥も足してます。しっかり冬越しできるように、冬までに根っこがめちゃくちゃ張ってくれるように、微粉ハイポとかの液をあげてます。ここ午前中はちょっと日陰なんですけど、お昼から日が当たるっていう場所に置きました。最後はその他の鉢植えのアジサイです。そしてこれが、これはねセールになってたのを買ったんですけど、カーリースパークルのレッド、これが7月17日の植え替えた時の状態です。ちょっとセールになっていて弱ってたので、夏はなんとか頑張って耐えてくれたんですけど、まだまだ葉っぱが少ない状態です。これはもうこのまま秋日当たりのいいところで管理したいと思います。一応その7月に肥料入りの土に植えてるんですけど、まあ、10月に1回か2回ぐらい液肥をあげようと思います。そしてこれが、これもセールになってたのを買いました。マジカルレッドアメジスト、セールになってたので下葉がなくてちょっと弱ってる感じなんですけど、来年に向けてもうお花カットして植え替えようと思います。5号鉢を10号バラ鉢に植え替えます。この買ってきたまま今このまま地植えするより、1回1年鉢植えで育てて、でその後地に下ろしてあげた方が順調に根付くと思います。室内で売られてたので、どうしてもお花屋さんでは水枯れしないように先に水を与えてしまうことが多いので、ちょっと根鉢もカビっぽい匂いがします。ちょっと臭いので下の土落とします。3本挿し木してあります。
こんな感じで植え替えて夏越ししました。これもしっかり夏越ししてくれたので、鉢、大きい鉢に植えてあるので冬までにしっかり根っこを張らすために、これも秋に液肥をあげたいと思います。最後は1年前に寄せ植えで使ったマジカルレボリューションです。これは6月17日の様子なんですけど、もうこの時点で灰色が悪くて肥料切れになってました。そしてこれがマジカルレボリューションです。日差しがきつくてだと思うんですけど、葉っぱが茶色くなっているところがあります。脇芽がもうめちゃくちゃ出てきているので、ちょっと茶色くなった悪い葉っぱだけ取って、これは今年の1月に2鉢一緒に陶器鉢に植えたんですけど、この時に肥料入りの培養土で植えただけで、その後肥料を足してなかったので元気に夏越しはしてくれたんですけど、葉の色がすごく悪いです。今ちょっと有機肥料これしかないので、バラの肥料なんですけど、これを株元に、プロミックとかでもいいと思います。これを少し株元に入れます。株元に入れて、そして今日今水やりしてないので液肥の水やりしたいと思います。微粉配合の水やりです。今日は30度気温があるんです。予想外に暑いので、いつもだったら9月下旬ぐらいに有機肥料を足してるんですけど、まあ、どうかなと思いながら、まあでもやってますはい、っていう感じで夏越しの仕方によって秋のお手入れってちょっと変わってくると思うので、いろんなパターンでやってみました。うまく夏越しできたアジサイばっかりだったらいいんですけど、夏にだいぶ悪くなってしまったアジサイとかはあんまり無理して触らずに、冬までになんとか復活してくれるように秋のお手入れぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。